あの、だけ、要するに豚肉炒めるでしょ、はいはいはい、豚肉炒めた上に、はい、あの、まあ、キムチを入れるんですよ。そして、その豆腐。あ、豆腐で。そして卵で閉じると。そしたらもうほら、ちゃんとバランスが取れるの。ほんと。うん。で、ビールですよ。ビールだから。ビールだからもう、ご飯いらんじゃん。もうそれで、ジェルトーケ、タンパク質も取れるし。すごい。だからでもね、美味しそうでも。いや、和風キムチが好きですよ、私は。美味しいね。ね。大好き。よく日本でしょうね、本当に。そう。翌日、実はお客さんに迷惑かけようと思って。餃子も好きやし。餃子美味しいもん。人間が入ってないと、ね、入った方が美味しいもんね。ね、ほら、なんかほら、なんていうの？この中に全部凝縮しとけ。ね、そうそうそう。ちょこっとでも栄養のバランスねえでしょ。飲め飲むね。牛肉の素揚げが美味しい。あの、ニンニクの素揚げも美味しい。でもそれ多分次の日あれでしょ。そう、迷惑かけちゃうんだね。だからね、もうすぐにお手に入ってね、全部中に溜まってるの出るよ。あ、で、あとさ、あの、体もね、あれします。温まりますよね。で、元気になるもんね、翌日ね。やっぱり日本の感じは。また来ます。はい、どうもどうも。はい。今日会社ずりやすいあら